万波中世の今期年俸。年俸2000万。ようやっとる。野村清宮もこのくらい打ってくれたら。来年30本以上打ってダントツホームラン王を取ってほしい。いい意味で2000万の成績ではないな。中田やん。さほど怖いバッターではないよな。よく見ると中日細川とそう変わんねえな。足早そうに見えてそんなに速くない。8000万もらってもいいレベル。黒人ハーフだと今のところ最高傑作か。日本代表という意味でも NPB 限定なら柳田が辞退ならライトの第一候補やろ。小郷の方がマシ。それはねえわ。フリースインガータイプ。万波は守るもできるのがでかいわ。打撃ダメでも守備での使いようがある。あの方は0-1アウトで三塁走者いても点入らないかもと思わせられるのはでかい。そこそこ率もある割に OPS 低いよな。地球少ないタイプかいな。去年はもっと少なかったからな。来年はビビって増えるかな。打球速度速いよな。ホームランの弾道があっという間にスタンドやし。年俸倍増はいけるか。